生駒近政は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、三中郎の一人、生駒親への子として、美濃国家に軍土田に生まれる。A69 年、織田信長の美濃攻めに際してその進化となる。その後は、橋場秀吉付属の武将に任じられ、金ヶ崎の戦い、長篠の戦い、石山本願寺攻め、木の国西家攻めなどに参加した。 天正十年の信長子は、秀吉の家臣となり、山崎の戦い、静ヶ岳の戦い、小田原征伐、文禄の役などに参加して活躍。姫路城主時代の秀吉に仕えていた、天正六年の約千国から始まり、同十二年に二千国数を、同十三年に二万三千五百国、同十四年には、張馬国刈谷六万国と着々と治療を増やした、文録4年には、 佐ぬ貴国12万6200国を与えられ、高松城と丸亀城を築城し、城下町の形成に着手した。丸亀では、築城に伴い、極所町、西平山、北平山の三浦と呼ばれるエリアと南城町、本町、四枠町のエリアを基軸に、城下町を形成した。秀吉の晩年には、中村和氏や堀尾義春と共に山中楼に、任じられて、 豊臣政権に参与したが、この三中郎は後世に作られた実在しない制度とする指摘もある。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、この和正は東軍に組みし、近正は在国していたが西軍に組みして、単語国田辺白攻めに家臣を代理として派遣した。理由として、西軍決起時に在作化していたため西軍につかざるを得なかった、どちらが敗れても、 生駒家が存続できるよう配慮した、などの説がある。戦後に停発し、鷹野山に入った。西軍に組みした責任を取るためとされてきたが、鷹野山入りは、関ヶ原で戦闘が行われる前であり、東軍よりの行動の責任を問われたためとする説も、ある。その後、数正が、東軍に組みした経緯から、生駒家の所領は安堵された。数正は、 領内の再建地と高直しにより、佐抜高松藩の表高は17万3000国となる。ほどなくして、佐抜に戻り、慶長8年に高松城にて死去した。近政は、佐抜国の全国主でありと次川の戦いで、内死にした東郷ありほの嫡男、千松丸を預かって養育していた。天正15年に、近政が秀吉の前に千松丸を同行し、 参上した際、ありほほどの者の子にわずか三千国との秀吉の発言により、にわかに元の二万国で復活かと統合家の維新らは取り沙汰していた。しかし、千松丸は十五歳で元服を迎える年に病死した。そのため、秀吉の前で千松丸と共に舞を披露した、近政の老い、大塚うねめらい駒川による毒殺ではないかと噂された。これは一説には、 イコマ家に敵対する者が、イコマ家を貶めるために行った暴虐との説もある。その後も、イコマ家は、統合し復活の目をつむため三好氏に連なる者を徹底的に弾圧したことで知られる。ありがとうございます。